はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。ヨンノーデジタルの600灯の LED ビデオライトです。うん。久しぶりかな？撮影機材の紹介なんですけれども、ずいぶん前からですね、このライトを使って動画撮影してますね。うん。実はですね、これもう一つ買ってまして、二つ買ったんですね。うん。はい。それで二つ。一気に当ててもう使っちゃってるんだよね。そう、ここにね2つ置いてあります、うん、なぜね、これを買ったかというと、今までですねうちはこのねレフ板をカメラの後ろに置いてなんとかですね光を取り込もうとしたんですけど、うん、なんかね届かない、ここまで届かないですよね、うん、ここまで来ちゃうとエイシン君の顔にね影ができちゃうかなって、こういう感じね。そうで、まあ、前に出れば大丈夫だったんだけどね、うん、うんで今回ですねこのライトをちょっと導入して、まあね動画の色合いもちょっと変わったと思うんですけど、どんな感じかね、パパが見る限りは今のところすごく満足してるんだけどね、どういうものかというと今持ってきますね、よいしょ、よいしょ、こちらです。うわ眩しい眩しい、電源切ろう、はい電源切りました、ありがとう。こういうものですね、大変ですね、でかいものです、うん、横にはですね、こういう反射板がついてまして、こんな感じでですね、畳めるようになってますね、うん、iPad みたいな感じ、そうだね、閉めるとなんか iPad ぐらいの大きさだね、うんはい、これってさ、プレートとかを入れることもできるんだよね。そう、以前ですね私こちらの160灯の同じ4灯デジタルのビデオライトを持ってたんですけど、これもね、同じようにここにね、プレートが入ってんでね、うん、そうこれでちょっとですね光を和らげることができるんですけども、うん、こちらもですね同様にプレートを入れることができるね、うん、それとこのですねビデオライトにはこういうリモコンが一応ついてますね、うん、使ったことないけどね、うんうん、あとパネルっていうのはこれですね、白のすりガラス、うん、これとあとオレンジ色です、うん、これ使うと多分夕焼け風になるんだろうね、うんうん、でちなみになぜこれを使わなくなったかというと、やっぱ光、これ一つしかなかったっていうのと、あと電池駆動だった、電池駆動、そうだから電池切れちゃうと使えなかった、うん、っていうのがあってこちら購入しましたね、うん、こちらは、AC アダプターで駆動しますので、ここからね線引っ張って取ってるので、基本的にこの LED が壊れない限りは使えると。そうだね、うん、はい、こんな明るい、うわ明るすぎ、ほんと、カメラが見えないよね、こっちからどういう風に撮影してるのか分かんないの、どういう風に撮影してるの、まぶしい、はい、でですねこれがですね電源ですね、これを押すと電気が入りますね、うん、でこのつまみをですね右に回すとこの数字がどん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 上がっていきます。これで光量がどん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 上がっていくわけですね、うん、99が最強だね、うん、で一番下がですね1です。この辺でですね細かく調整することもできますね、今ね10単位にしてるんだけど1単位で上げていくこともできますね、うん、これ眩しいよね、後ろ真っ白になっちゃったもん、ほらすごい真っ白だよ後ろ、うわーヨーダだ、ヨーダ、ヨーダ真っ白はい、こんな感じ、うん、でそのままこっちに99にするとこんな感じ、うわもう本当何にも見えないよ、多分真っ白になっちゃってると思うよ。でこのライトは後ろにファンがついてるので、しばらくするとねこのファンが回り始めるね、うん、で動画撮影してるといきなりうーんって音鳴ったりしてたよね、あーやっと何回もあったよねこれね。あとですねついでに卓上用のこちらのベルボンの小型三脚も購入しました。こちらですね、パパ今の技すごいね。そうこの小型三脚もねなかなか良くて、こんな感じで平べったくも置けるし縦長にも置けるというもので、すごく気に入ってます。スリックの三脚でこのカメラを固定して撮影してるんですけども、このカメラもねこっちのベルボンに変えちゃおうかなと思ってるぐらいこれ気に入ってます。ちょうどこのライトを壁側に当てて光量を保てるのでですねいい感じです。一回この LED 今つけてる状態ですけど、つけてない前の状態に戻してみましょうか、うん、じゃあいくよ、せーの、はい、はい、こんな感じ、うん、暗いわ、暗いよね、この辺影もいっぱい出ちゃってるしね、うん、もうちょっとカメラの設定、あ、ごめんごめん、カメラの設定がこれぐらいだったのかな、うん、あ、これだね、これがいいんだよ、うん、これね、今ね、ISO 400で、F 値が 1.8 でシャッタースピード50分の1で撮ってます、うんうん、ライトつけた状態にすると、せーの、はい、
い、こんな感じですね、うん、これはですね、ISO100 です。 F 値 1.8 のシャッタースピード50分の1同じですね、うん、こんな感じですね、うん、なかなかいいよね、このやっぱり光を壁に反射させてそれがこう顔に当たってるのでいい感じに色合いになるっていうか何やってんだ何やってんだあなたはい、それでですね、このライトを買った理由がもう一つあって、最近ね、あのナノブロックとかレゴをよく作ってるんですよね、うん、で卓上でこう作業してるね、うん、シーンが多いので、うん、その卓上での光、うん、これも欲しいなと思って購入したんですね、うん、まあ、最近のレゴとかナノブロックはそういう風に撮ってますけども、うん、で最後にですね、出来上がったナノブロックとかレゴをですね、回転台に乗せてね、綺麗に写したいなっていうのもあって、今回ですね、こちらの回転台もちょっと購入したので、今からですね、ちょっとテスト撮影をしてみたいと思いますね、はい、それを見ながらですね、じゃあ今日の動画はお別れしたいと思います、はい。